ビデオローグとかポッドキャストをやってる人のためのマイクの紹介ですね。なんかわざわざマイク、 マイク専用のものを買うというと、なんか歌を吹き込んでる人とか、あとニコニコ動画で歌ってみたとか、そういうのをやってる人だけかなと思うんですけど、まあ普通に声を録音する人ですね。そういう人もマイクを使うといいと思いますね。それマイクっていうとなんか高価なコンデンサーマイクとか、あとオーディオインターフェースみたいなものが必要だと思われるんですけど、まあ声の録音、楽器の録音はちょっとの、覗いておいて、声の録音っていうことであれば、まあ普通に電気量販店で売ってる、このダイナミックマイクですね。 今ここにありますけど、こういう普通のカラオケとかで使うようなダイナミックマイクですね。こういうものが使えます。これ、こういうのマイクって、い安いですね。だいたい1000円から2000円ぐらいで買えます。まあ、高級なものを1万円超えるマイクも、まあ、カラオケでマイマイクとして使うようなマイクも売ってるんですけど、まあ、1500円から2000円ぐらいのもの。 そのマイクを使うと非常に音がクリアにな,るなりますね。このウェブカメラとかについてるマイク。まあウェブカメラは結構遠く。こっからだいたい50センチぐらい離れてるんですけど、このマイクですと、口元にこういうふうに置くことができます。まあ理想はこういうふうに、あの、ボーカルみたいに持って、あの、喋るのがいいんですけど、 まあそうすると片手が塞がってしまいますので、まあ口元にこういううにスタンドに立てて、それで置いとけば、まあそこそこな音で、ウェブカメラより良い音で撮れますね。あと、マイスタンドを手前の方に立てれば、カメラの画角ですね。カメラの画角にできるだけ入らないようにできますので、まあ目障りでもないと思いますね。それで接続なんですけど、こういうダイナミックマイクって残念ながらパソコンに直接刺さらないですね。まあ無理やり変換コネクタを使って、まあ物理的には刺さりますけど、サウンド カードが壊れる可能性がありますので、まあ、こういうマイク用の入力デバイスですね。i しくるっていうものですね。こっちにマイクの入力のコネクターがあって、こっちに usb のコネクターがあります。で、ここにボリュームコントロールですね。もしマイクの音が大きすぎたらこれ絞ります。まあ、パソコンの方のややこしい設定。 そういうのを変える必要なしに、この、もし音が大きければ、このつまみを動かすことによって、音を絞ることができます。でこっちは普通のマイク端子ですね。マイク端子ですので、このマイクと直結できますね。ただ、あの、フォーン端子じゃなくて、XLR っていう端子ですので、ま、このケーブル1000円ぐらいで買う必要がありますね。この変換装置がだいたい5000円ぐらいですね。それで、マイクが2000円。あと、この XLR のケーブルが、ま、1000円。そのくらいの投資で、ま、音が多少良くなりますね。まあ音の のいいいい人でししたたらど、まあ、どんんななマイクを使っっててももいいと思うううすけど、まあ、私みたいにちょっと低音がこもってしまうような人そういう人はこういうダイナミックマイクを使うのがいいですね。あとあの高い、高いからって言って、楽器録音用のコンデンサーマイクですね。そういうもん使うと、そういうものを自宅で使うと、エアコンの音とか、パソコンのファンの音とか、あと周りの環境音拾ってしまって逆に音が悪くなりますので、コンデンサーマイクは買わずに、こういうダイナミックマイクですね。周りの近場のこういう声だけをピックアップ アップしやすいマイク。これを用意するといいと思います。まあ用途に合ってて、しかも安い。まあ非常にいい選択だと思いますね。コイのグレードアップ。これを求めてるんでしたら、こういうダイナミックマイクと簡易型のオーディオのインターフェースですね。そういうものを手に入れるといいと思います。